はい、皆さんどうも、こんにちは。メントスです。さあ、今回はメイドシーカーというゲームのね、音を立てるな音を立てれば殺されてしまうっていうね、感じのゲームがあったんですけど、これがなんと、今回は、トバイバルゲームになったらしくて、まあ、あの、説明で言うと、バックフォーブラッドみたいな、そういう感じのゲームになったみたいです。いや、一体ね、もう、どんな感じだったか全く想像がつかないんですけど、とりあえず早速やっていきましょう こちら体験版となっているの、ね、で、ステージ1からできませんので、ステージ1をお楽しみください。そして私も楽しみます。お。ローディングカメリーね。この人ね、なんかあのー、主人公、お兄さんからだったかなお、始まった。はあ何すんでしょうかここが武器、なんだおイエーヘヘヘって、なんだ敵が来る系か。なんか上に1って書いてある右上に。なんだろう サドンです武器変えると1200円置かれますね頭打つ系でしょうかああ危ないはいこれなんか部屋のんか狭いですねここなんでしょうかここなんかあるんですかね敵のレベルが今ここ低いから弱いんでしょうかねえっ、ー、とどうしましょうかハンドガンと鍵ああパッシブがなんかあるんですか なるほど、スピードファイヤーあまだ、あ、取れませんねこれなんだおあストーリーミッションあなるほどあ進んでいく系なんだへえんか進行型なんすね完全じゃこれあれ進すぐないんだけどさあここ進んでいきたいとこでもあるんですがなんか 武器とちょっとなんかあのえ倒すと一応お金はあお金は手に入ってますね一応ねオッケーオッケーお金は手に入れてな多分どんどん進んでいく系ですねこういった扉のところねああなるほどなるほど他になんかこうあここもでもあれですね一応武器なんだこれあなんだこれこれわかなんだ武器じゃねえわ <laughs> 武器変えるとこありますねっていうことだったら 全然変えなかったですねあ、9m て書いてますね。ここで何かするんでしょうか ?10m。さ10あ、何でしょうかこれ。ここら辺探索してもどんどん進んでいくんでしょうか向こう 23m って書いてるんで、もしかしたら向こうに何かあるのかなと思うんですが、今のところは発見できておりませんね。 あっ、なんかこっち行くっぽいな。あっ、はい。OK ーー。で、ウェーブ3になりましたと。えここでは特に何か。あ、待って、なんかナイフ取っちゃったのなんかよくわかんないけど。あと、すごいマップ系ですね、すごくね。何メートルですか デストレイザー4パワージェネーション。ああ、デストレイザー4パワージェネーション。なんか4つどっか壊すとかあるっぽいですね、なんかね。これでしょうかいや違いますね。どこか壊すポイントがあるみたいなので、電源ケーブルかなんかが、あれですかね、つながってるのかな 待ってください敵がこれで敵がもうちょっと速くなってきますねなるほどだんだん敵が速くなってくる系だはい、はいオッケーあこれでしょうかあこれですねべ。分待ってくださいなるほど <laughs> 大爆発弾がちょっとね苦しいですねこれね はい、これが一つこれボかなあこれ玉かオッケーオッケーオッケーこれは玉がもらえてさああと3つ探しましょうか待ってまずてオッケーオッケ危ない危ないさあえーっとどこですかね 壊すポイントがあるはずなんですけど割となんか見当たりませんね今のところねあっここですね多分ありますありますここはいはいはい OK ですねはい OK でこの壊すとうえー大きい音ちょっとやっぱりその開発途中っていうのもあると思うんですけど 音が結構ガバいです <laughs> あ。あこれ多分ヘルスですね。あーオッケーオッケーまあ、赤はヘルス、相場決まってますからね、こういうゲームは。赤はヘルスで、はい。で、玉もないと。あここですか。はい。いいですね。そして、これ、ほっといて、あと1で多分こっちですかね。 まここになんかケーブルが繋がってらっしゃいますけど、ここにいらっしゃるんでしょうかいや、いらっしゃいませんね。ここも壊れてますかね。ここ一つ、あそこ一つ。あとどこなんですかね。こっちでしょうかいや、ここでもない。あ、これですか。なるほど、オッケー。で、これで壊し終わったので、はいはい、これ前行けると。1500ポイント、置かれなくてはいけませんでした。マジ 金なくてはいけないマジ <laughs>、ね、<laughs> マジそんなことあるお金使いすぎちゃいましたかねさあ,あどっから来るんでしょうかおお あ、はい。あ、も、ま、う、あ、も、ま、う、あ、オッケー、オッケー。いたっ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 た。結構ですね、急に太鼓い子行きますね。さあ、これね、はい、しっかりと、はい。はい。はい。っ切っていって、はい、オッケー。はい。明らかになんか、やばそう。いや、そうだよね。今なんかやばいと思ったのな、これ。 なん,かな,んかなんか M でなんかありますあ、M なんかあれか。はい。o k o k ファイヤーね。OKOK、OK OK。回復持ってて、V があって、Q がなんか好きになりますね。これなんでしょうか。おし、これでお金があ、お金貯まったらやっぱり前でますね。OKOK、OK OK。で、こっちの前来て、もう本当これクリア進行型ですね。これなんですかね。 あ、これもお金がいる。お、なんでも金じゃねえか、ここ。ちょっと待って待って待って。なんでも金がいる。お金がすべてなんですか多分これはそうなんですよね。あ、つい。ちょ待ってください。玉がですね、なんと私、あまり持ってないんですね、今ね。OKOK、OK OK。はい、はい、はい、はい。なんかファイ、なんかあの、普通の拳銃になんか燃焼ダメージついてますよね。 オオッケーオッケケはいはいはいマックスアム多い,いですね弾が増えましたありがたいはい多分あっもうケンケン通用あっオッケーオッケーオッケー,オッケーどんどん奥行けるとで多分これウェーブが重なるごとに敵がどん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 強くなる系ですねこれねオッケー何十メートルいきましょうかあっあじ悪い あ、ここで銃買いたいななんかなんかあるかな MP5 高いなちょっとここお金貯めようかなさすがによくか来るんだろうちょっと貯めたいですねここね武器買いたい <laughs> o、okay, okay、な o な,な,なんかスリーよくわかんないなんか出たな

でここで、ライフルですかでショットガンにしようかなコンプショットガンにしようかオッケーオッケーオッケー。ロットガンとそのシンガー。なんだろうこれああ、死ぬ気聞かれるやつかですかこっちですか ?50 メトル。行きましょう。いや、結構大変だなこれ。さあ、残りだな。オッケー。はい、お金1500円。<laughs> 金。<laughs> このゲームは金。あ、強いでもこれ。 ファイヤー系の、なんか強いなぁ。あ、OKOK。ここでさらにね、追加。多分これ今 M ボタンで撮ってるのはスキルですね、なんかね。あと1500円ですか。ちょっと足りませんのでね、ちょっとお金集めておきましょうか。まあなんか、モとか壊してアイテム拾うとかはなさそうですね、今のとこ。はい ショットガンもなんか貫通ダメージとかある感じではないですねまずいうわあむ、ま、ずい o k o k o で敵同士もなんか弾当たったりするので、まあ、いざとなったらそうですね敵に重なってしまったらあっ目ん玉レーザーくんだこいつもねもう本編だと もう結構厄介にな敵でしたからね。君は横見ててよ絶対。OK, OK. いいですね。ナイスえっ、ー、と、E ボタンドリンクですか多分回復でかあ、回復ですね、これね。おー、なんだえ戻っていったんだが。えなにここなに <laughs> ここここはなに ?1500 円 <laughs>。いや、ここもかーいここも金かーい 5000アップグレードトゥーヒアなんかアップグレードいきますね何をアップしるか全く今わかんなかったけどなんだジュースああムーブメントスピードアップなるほどやっぱりなんか能力をねちょっとずつねアップグレードしていくみたいだねこれ見てる感じー、オッケーオッケーオッケーうまく上ボタたまだ持ってないオッケーはい お金とか結構わですね、大切に使っていかないとお、お金なくなっちゃうよ的な感じなんですよね、これね。多分なんですけど、はい。OK。で、これはバカ投げましょう。はい。OK ーー。えあ、そこ。OK ーー。はいはい。OK ーー。こうして頭で体なんですよ、これね。この敵は結構ね、やかいです、いつも。 本編もね、すげえ厄介してからね。で、2800円と。オッケーこの前、前行きましょうか。で、ちょっと前行きまして、こっちですね。62秒。おお、なんだなんかすごい場所にいたな。目に悪い場所だ。なんだろう、これは。ガンガンすねちまっていいんでしょうか。 おおんだなんだなんだなんだ <laughs> なんだ何なのなんだこれ光り輝いてんだがオッケーオッケー敵に囲まれると怖いんでちょっとあれですねちょっと削っていこうかな1500円 <laughs> 金ネだ <laughs> 何でも金なんだよー お金大変すぎるこのゲームおい私なんかショットガンって昔から結構打つと好きなんですけどこうやってゲームでまあでも下手だから打たなかったんですけどすごく楽しいですねオッケーオッケー、行こうかはい開けまーすおー1 8トで向こうですかね これ反対ですかね。6 m ゲートセンダー6。ああ、これ戻ってきましたね。ああ、でもデモ版だとなんかあれですね、ゲットなんたら、なんかシリンダーみたいです。あシリンダーって書いてあるかあれだ、多分なんかあのー、そう、このね、メイドシーカーの本編を作ったけど、なんかシリンダーをゲットして、 いちょ痛いって自分あかんてあかんて痛いってあかんてオッケーオッケーなんか物集める系だったんですけどこのゲーム多分あれですねそうですねいやもう何なん,なんこの子ほんまむちゃむちゃ走ってくれあ怖いって思ってやって,言っていや怖いじゃないねんやけどオッケーオッケーでこれもはいはいオッケーそうね倒していって ナイフ強すぎて下ろたはいはいケーはいオッケーあストーリーショーきましたね2ニオブジェクト、はい、これもやっちゃってーのはいう倒してえ、ね、こっちですか これはとりあえずやったかあれかななんか他進めていくのかなシリンダー1個って書いてあるから、多分これで終わりかな多分。ここまでしたうか。ここなんかするとこがあるようには見えませんけどね、今のところ。はい。はい、OK。 はいはいはい、で、ここも投げて、はい、オッケー爆破させといて、はい。はい。はいはいはい。倒しましたけど、多分ここまでかな。なんか一応書いてるけど、なんか、なんかね、ある感じは見えませんけどね、パッと見てる感じ。 オッケーここでなんか5000のアップグレードが一応あるんでわざ、まあ、と一応5000のアップグレードをちょっとしたいなと思いますリロードちょっとあれですねなんか強化したいです <laughs> リロード遅す,すぎワロターってなってるんでこれもなんかね多分シリンダー入れたらいけると思うんですけどゲットなんかの青年メデューサケルベロスヒーローのシリンダーティーニって出てるんで、まあ、そこのシリンダーに関しては多分あの そう、本編もね4つ死んだ手に出て最後の鍵が開くっていうシステムだったんですけどあそこら辺が今回あるのかなどうなんだろうって思いつつはいあショットガンがなんかアップされましたねへえ映るんかな一応でもねあ気になる見に行きましょうかこことかに鍵があるわけないとなるほど えー、ショートでも強そっな,なんか上の方に行くって書いてあったんでとりあえずここは終わりましたよね OKOK はいでここも終わってはい OK ーーでこの上の方もなんかねちょっとあったんで ちょっと見に行きましょうか。歩きながら。歩きながら見に行って、なんかあるかもしれないんで。あー、なんか入ってますやっぱりね。でも下だな。40下だ。結構なんかマップがね、わかりづらくなってますね。これね。まあ、ちょっとあの、開発段階っていうかアルファ段階のやつなんで、まあ、見ざくて当たり前なんですけど。OK、はい。え何ここ <laughs> ちょっとあの敵の方がね、まあ、まあまあまあちょっと見ざいのは仕方ないですねこれねはい OKOK ーーーーいいですねでここも、まあ、5000円のアップグレードはともあれですね本当に武器を単純にあるせる丸々1個アップグレードですねこれね見てる感じ実武器すげえ強くなったんで リロードちょっと強くしてほしいかなと思うんですけどね、個人的には。OK。さあ、向こうですか。で、30メートルのとこが向こうにあるんで、ここら辺であるはずなんですが、まあ、これはちょっともう今回は、あとはもう頑張れって感じなんでしょうかね、ここ。 フェンスをね、あのー、あっ、ここですか。あっ、すいません、ありました。失礼しました。まだ先ありましたね。あそこまでかなーと思ったんですけど。ああ、よかったよかったです。こちらの方もあったんですね。リードの速度がありますね、これね。あ、すごい。ファストハンド。 速くなってるか全然分かんないけどはい OK いいですね OK はい OK 切っていくはいちょっともあ,あれかな一発で倒せなくなっちゃったかな割りやっ手榴弾がね一発で敵を粉砕できるんで しかも自信ダメージが自信ダメージがないんでダメージ高めだねこれねいいじゃんいいじゃんこれはいあいだやだいだ,だやだいだやだい痛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 いわもう痛いわ待って多分腰痛い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 ーい痛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 いはいオッケーオッケー <laughs> リロード遅すぎる <laughs> めちゃめちゃ遅いじゃん。OKOK、OK OK。で奥マークと。こっちなんかあんのかななんかなんもなさそうななんかありそうな。ああなんかありそうだなでも。ここはあーあ。あいろいろつながってるんだ。 なるほど、なるほど。いや、デーモンコみたいなとこ行ったな。いろいろつながってて、まあ、ここなんだ。ここらのが危ないですね。あ、ほんと、鍵開けるために、なんかめちゃめちゃいろいろ使うんだな、アイテムを。あっ、つながってますね。あ、ここはここつながってんだ。なるほど、なるほど。 ここでも関係ないですね。最初の方ですね、ここね。どうも乗りましょうか。ここ多分関係ないですね。えっと、下に降りる道どこだったかな ?OKOK。Okay, okay. で、こっち行って、えー、っと、ここ戻って、あれどこだっけ <laughs> 待ってやって、え道どこ 道がちょっと分かんないんですけど、ここだったかないや、ここじゃないな。あった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 、ここだ、ここだ。で、こっから戻っていって、上分かりましょうか。多分いろんなとこつながってんだね。いろんなとこつながってて、で、道を探していきながらプレイしていって、まあ、物を集める系ですね。 かなかなかあのみんなでそのホラーゲームの探索頑張って、物集めて次のせいに進もう系ですね、これね。OKOK、はい。はい。でもう一回進んで。どこまで進めるんだろうね、これね。はい。あら。で、えーっと、こっち。はい。OK。オッケー おい OKOK でここもおー、あれここ最初のとこじゃないちょっ待って待って待てあれ危ない危ない OKOK あここ最初のとこだ <laughs> ちょっと待って待って7号 <laughs> ねやっぱり若干、あのー、だからあれだあの左上の方に何かあのいろんなシリンダーある <laughs> いるって書いてあるから、あれを全部集めて、なんか悪魔ゲートみたいなところですよね。なんかあの赤いなんか。あそこまで行くと、多分まあ、あそこのゲートがいて、まあ、ボス戦スタートみたいな。多分そんな感じなのかな。今のところ。まだちょっとまあ、未完成なんでしょうね。ゲーム内容が。まあ、アルファテストですからね。まあまあ、当然未完成で当たり前なんですけど。 弾入れてライフトークンあのライフトークンもいっぱいありますからねあとはどんな敵出てくるかちょっと見てみましょうか他でもどっかあればね探しますが今のとこはもうなさそうですね 持ってみましょうか走って行って戻ってみはしますが多分ね道が一応全部開通していろんなところに死んだを探すっていうのが多分今回の、まあ、目的だと思うんですよね多分本編がそうだったんで、まあ、それと内容を沿ったような感じになってて探したらだからまあ一回目けっからですねいやちょっとなんかどんなボスで来るか見たかったですね 本編に沿ったとおりにだったのかな終わってて。なんだ、あー、透明食いますね。これ待ってください。もう完全に透明食いますわ。透明くんね、本編見たんですけどねあ。あ、キーボタンあれですね。なんか音波で、なんかあの、メイドシーカーの方でも、なんかうわーっつって、この,この覆面たちの、 まあこれがなんか止まってたんですけど愛されてのがうわっつってそれと同じような感じで今動いて止まってましたねだかここはもう本当にじゃあこれ いいですね、おっ出ますねはいはいケー。はいはい、OK はいはい、ショットガン打つ可能性もあるんですけどね敵がやっぱ強くなってますねだよね OK あここでねはいもう一回アプリしましょうかもう一回できんのかな一回だけなのかなこれイケメンしましょうか あ、今に、にあぶれてた、今。えあ、ディッタっぽいな。ダメージが増えてるのかなえ、ダメージ増えてるいや、増えてないあ、いや、増えてる。1210人になってるわ、頭打ったら。なんか、リロード強化させなう <laughs>。なんか、強化そこじゃない、そこじゃない感がすごいね、今。強化そうじゃないって顔になった、今 <laughs>。あー、そういうの強化しますね。 大体1万5000強化できますね。えっ、ー、と、エピック。はいはいはい、回復ね。ここのパスチューを選びながら、まあ、武器強化していって、まあ、ウェーブをクリアしていくって感じですね、これ、ね。多分ね、ここが空く、本当は。ここ。ここがいかにも開きそうな感じしてる。ここにシリンダーを1、2、3、4あるから、シリンダーを4つ,つ集めると、多分ね、すんげえことが起こるんだと思う。 バーン入ってうおーっつってなんか出て行ったーみたいな感じになると思うんですけどえっはい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 まっ、あ、たもうあれかなはい、?1212 12はい121212 12、OK、はい で、で投げて、あいた回復ですね、はいでここでもう一回強化しますょうか多分強化でもうこれ以上ないんじゃないかなあ2価値あるわごっつ2400これ売買ゲームじゃねえかヘルス待って待って待って <laughs> リロード遅いまだなきゃ待って待って <laughs> ダメージが売買ゲームだこれし <laughs> い,いですねまさかダメージが <laughs> そんなやばい感じになりますか OKOKOK はい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 すさまじいですねここまで来ると<ス>すんごいダメージだって感じしますけど<ス>あっ不正説いましたね あオッケーステルス君いましたステルス君。んあ死んだ何あリバイブあ死んだりちゃうですねトークンみたいなやつ持ってたんでここで一回リバイブできるみたいですねなるほどなるほど弾はありますかオッケーオッケー弾を後ろわけじゃないと、まあ、死んだ状態で生き返れるみたいなあ今回もうシリンダーがないですからねどうしようもないでしょあ あ、何だ道があるのかと思ったら特に道はなかったわさあ行くないとぞ何だフェンスどこだなんかありそうだな はい、なんかあれっぽいなこれか大丈夫ないなはいどうだ今今髪がすごだったな OK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  はいはいはいどう に立っとくに出ましたねインフェルドっていうなんか,なんかねイグライトど、なんだどこだなんかあるんですかね炎炎ですかねなんか分かんないやつありますね向こう側に行くのかななんだこれはい そういうを使ってみようか一回。ここはめると思うんだよな、た本来は。いや気になっちゃうな。来た待って待って,て待って待って待って。危なしい。オッケーはい。 足が足が速くなるパッシュもゲットした。<laughs> リロードが速くなるパッシュも欲しいけどどちらかというと。はいオッケー。で今レベル十七か。十七まで来たんだけどどうなんだろう明らかにショットが強すぎるちゃっちゃって。はいオッケー。 えーっとあっはいこういっちゃうケー絶対こうだなんだけどな何かいいインフェルノの音気になるなーどこなんだろうあれこれのことなのかなこれは違うよなはい これいや違うよねーこれじゃないもんねー、はい、っよしよしいやそろそろやばいのが来るんじゃないかリベル18ってことはやばそうだけどないやーここ開けたいなー ここは開けれるまでデモ場になってよかったのにね。開けれないんだな、これが。着やすい3万円だって。高っ。バチグソに高くて忘れます。<laughs> 高すぎねえか <laughs>。はい。はい。100分の0だからな。これなんだろうな。これ気になるな。あ、ライフトークまたゲットしたわ。ここら辺なんかあんのかな、ということは。 なんかありそうだよね、ここらへんねちょっと見てみようか赤かゆえいってじゃねえかよ <laughs> 何かあるのかなじゃねえよ、ほんとに敵 <laughs> じゃねえかだのはい、あの、ここ光き帰りポイントかはい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 え、何これ あそこなんか打っても変わんないもんねやばいオッケー危ねえオッケーはい危ねえ危ねえブ、ね、ーン出ちゃった <laughs> お敵硬いねまた全部硬くなってしまわれた君たちは本当硬いんだね片ついて困ってしまう え君は素早すぎる <laughs> えーここにいても特に数値変換はなくかどこ行った数値変換は出るんだろうな気になるなはいえ。こほもないしねなんかあると思うんだけどなさすがに はい、はい、はいでもやってる感じ何もないんだよな <laughs> あれあここ持ってっちゃったわえここなんかあるかなとここ何もないんかえっ、ー、やっぱりもう何もない説あるなこれ これでもガチャガチャな、ガチャガチャ武器あっただけだ。さあ、レベル1九。そうそう死ぬのではないかと予想はしてるんですが、さあ、どうでしょうか。やばい敵出てくるんじゃないかな、バーンつって。さあ、どうだ 10キロ引どんなやつが来るんだえあオあ、OK、こっちか。OK、OK。特に変更ってないな、今のところ。はい、トリプルポイントできねえな。 特に何も来ないね。はい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 。場、はい、もないな。はい。はい。本当に何もないな。 <laughs> だって、え、何かしら起こんないのか変化、ちょっと待って、気になる <laughs> なんか何かしら変化欲しいけどなぁ、ここに行ったらねああったあなにここ、えあぁ、上に出るだけ、だけだったわえなにここ 水な、な、なにここ待って待って、え、なになにここほんとにほんとに何ここはい。場所が水なすぎて回しちゃっています。OK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  <laughs> <laughs>。でも、ここで何かがあるわけではないのかはい。OK? はい。 おおでもここはなんかあったけどあっ本来あれじゃないここでもなんかあるんだろうね今多分これロックされてるけどいやここはなんかありそういやこれじゃないかえー多分これウェーブ形式だから 最終的にこの物集めてて時間経過しちゃうとまあ敵がさばききれなくなって終わってしまうみたいな,なそういう系なんじゃないかなこれそういう気がしますねこれは、はい、さあでもウェーブ20超えても、まあ、なんかあんのかな 何かお薬飲んで元気出して OK はい、はい、OK さあウェーブ20になってどうだ ついついが痛い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 たなんかいろいろくれ始めていったなあ透明か透明くれるなほいおおこのフレームが困る困るいや数がヤバいね確かに もうだいぶ処理がしへくな,なってくるね、これは。こうなってくるのか。もうウェーブ20は結構あれですね、割と、割と厄介だね、もう。ここまで来ると。はいここでもう処理がしきれなくなってきて、まあ、ここに来るまでクリアしないと、もうそろそろ終わっちゃうよう的な感じあるんでしょうね。いや、でも21で結構今いっぱいいっぱいあったもんな。はははは。 まあそこらへんぐらいかねこうやって見るとまあレベル20も超えたし多分特に 変更点もなさそうですね。なので、もうそろそろ死んでもいいかもしれませんね、<laughs> ちょっと。<laughs> 特に何も、何も、何も起こらないっていうことが分かったんで。<laughs> はい。あ、じゃお、おう。くそ、でもなんか、あー、死んだ リバイブ、まあリバイブもう一回あるのかオッケー,オッケーまあこの中マークちょっとついてたコインみたいなマークかなこうなんかあの中の羽の入ってるやつこいつであの、リバイブでいきますトークンがある限りはただこのゲームね基本的にぱショットガン強いかなと思いますねほんとにあおお敵いったここまで来るとはーいまあという感じですね ま、製品版だってあの、4つ、シリンダー集めて、ま、扉を開けるっていうことができるので、また製品版、もしくはベータ版が出たらね、またやってみようと思います。というわけで、今回は、メイドシーカーの精神的続編の、シーカー・リチャールっていうゲームでした。メイドシーカーってこんなゲームなのと思う方、全然違います。興味がある方は、ぜひ、概要欄でご覧ください。それでは皆さん、またよかったらお聴ください。ミントスでした。またね。バイバイ。y ー u よかったらチャンネル登録もお願いしますほなねー